これ最近僕たち育児ルームで遊ぶこと多いもんで、ゆかちゃんが育児ルームのサイズちょっと大きくしてくれって、大きいベッド入れてくれたよ。だから今みんなでこの中で休憩してたところさ。ほいで、これ今日はパパさんがイケアに行ってこれバナナ買ってきてくれたんだ。あ、どうもジェイソブです。あれ、これバナナと思ったらバナナじゃないよ。ビアンカちゃん、これバナナじゃないよ。あれ、これパパさんに今聞いたらこれ椅子なんだって。プラスチックの椅子を買ってきたみたいだよ。うん、そうそうそう、こうやって足つ、もうこれ今ゆかちゃんのとこも足つけて、ゆかちゃんも不器用で強引だけどできるのかな。そうそう、こうやって足つけて、あれはもう簡単にできちゃったね。あれ、ちょっとした椅子がもう完成してた。あら、ゆかちゃんどうなっとんのこれ。ゆかちゃんちゃんとついてないじゃない。そうそうそう、こうやって足つけて、ゆかちゃんどうなっとんの。そう、こうやって足つけたら、はい、椅子の完成です。もうゆかちゃん学習して。はい、結局これパパさんが作ってくれた。ちゃんとパッチンチョしたら綺麗にできるよ。ほいで、これカブちゃんそっくりだったってことで、イケアでオランウータンのぬいぐるみも買ってきたんだって。カブちゃん、カブちゃんそっくりなんだって。あれ、このオランウータンのぬいぐるみ動くよ。君たちこっちにおいで。こっちに来たらいいんだわ。さあ、子犬ちゃんたちもこっちに来たらいいんだわ。おい、このぬいぐるみ喋るぜ。おい、一体どうなってんだ。もう子犬ちゃんたちも、え、これ誰、このカブちゃんそっくりのぬいぐるみ何って、子犬ちゃんたちも警戒心を示しとる。おい、みんなあんまり近寄らない方がいいよ。カブちゃん、これもしかしたらカブちゃんのお父さんかもしれないよ。あら、動くね。これパパさんに聞いたら、これオラウータンなんだって。カブちゃんそっくりだからカブちゃんのお父さんかと思っちゃったよ僕。もうこれカブちゃんのお父さんの指を引きちぎるんじゃありませんよ。実はこのオラウータンのぬいぐるみ、もうゆかちゃんがすごく気に入ってて、これのちっちゃいやつたくさんあるんだよね。大きいのが安く売ってたから買ってきたんだって。はい、うん、場面は変わって、そんな僕たちが遊んでるのを横目に、これホクちゃんデカベッドで休憩しとったところ、いつものようにしっちゃかめっちゃか台風のイズちゃんが登場。子犬ちゃんたちを引き連れてイズちゃんが登場です。ホクちゃん、僕ちゃん、もうこのベッドは安らぎベッドではないですよ。もうここのベッドでは、もう後ろの方でイズちゃんがこれ大暴れ、プロレスリングと化したベッドに変わっちゃいましたよ。今日はここまで。